Rallies. Hey guys, Ayano です。今回はこのシンガポールスマッシュの会場をツアーしていきたいと思います。すごいのは試合だけじゃなくて、その会場の周辺にお祭りのようなものがあったりとか、イベントがあったりとか、なんと選手に身近に会えたりとか、サインがもらえたりとか、いろんな体験ができるのがこの会場の中に詰まっているので、皆さんもこれを見て、ぜひシンガポールに来た気分になってください。では行ってみましょう。Let's go!ゲートをくぐるとすぐに卓球のお祭り会場になっています。グッズショップやどでかいスクリーン、そして海外でおなじみの屋外の卓球台、グッズ売り場には各国のユニフォームが売っています。公式グッズもたくさん、水筒やマグカップ、こちらは専用の特大ラケット、他にも帽子や卓球セット、実際に試合で使われている試合球も買えます。ここで私がアメリカにいた時の友達夫婦に遭遇。2人は海外旅行として様々な国で試合を見たり卓球をするのが趣味だそう。インスタ映えするフォトブースもあります。ここはすごい行列、何があるんだろう。なんとここは選手に会えるブースでした。マロン様が一つずつサイン、サインをもらったファミリーに直撃。 Did you get the sign of Maron? Can I see that? Oh, that's so cool. You got itThank you. 石川選手のサイン会もたくさんの人が殺到していました。ここで問題。感想を教えてください。初めて VR 経験したんですけど、意外と本番の試合より興奮しちゃう。会場にはキッチンカーがずらりと並んでいます。さらに隣にあるモールではフードコートで東南アジアの絶品料理がお手頃に味わえます。こちらのお店では自分で具材を選んでいくスタイル。鶏の丸焼きたちも並んでいます。私はシンガポール名物チキンライスをチョイスしました。超美味しかったです。なんだか卓球の音が聞こえるので行ってみます。なんとキッズの大会が屋外で行われていました。風があって難しそう、まあ、でもこれはこれで楽しそう。じゃあ今からシンガポールのキッズに挑んでいきます。ちなみに夜はライトアップされて素敵な空間になっています。いかがだったでしょうか。卓球を見るだけではなく、さまざまな楽しみ方ができるのが WTT イベント。ぜひ皆さんもチャンスがあれば訪れてみてください。ラリーズでは現地からのレポートまだまだ公開中。この後もお楽しみに。 Rallies